はいはい、新庄原駅に到着しました。はい、ありましたね。うまくね、固定ができませんね。微妙なところね、微妙なところですね。あちらはね、新庄原駅です。もうここ今ね、静岡県湖西市ですがね、少し歩くともう愛知県豊橋市です。少しね、歩いて県境を越えます。うなぎ弁当ありましたけどね、関西風でしたのでね、いませんでした。関東風がね、食べたくさん、もう今日はお腹いっぱいなんですけどね。県境でございます。静岡県です。静岡県です。山越えしなくてもいいのでね、楽に県境、県境はね、大抵もう山がね、立ち上がっておりますからね。新庄原駅はね、静岡県です。静岡県西の端ですね。まもなくね、私、徒歩で、県境のね、県をね、越えますね。徒歩で豊橋市にね、向かいます。電車はね、再び、電車は新庄原より乗車します。交通機関はね、豊橋までは JR 東海たちが最もね、よろしくございます。今私は
歩いてるところが静岡県湖西市です。看板が見えますね。あ、今看板見えましたね。日付のところが境界線あると思いますけどね。とりあえずここで愛知県豊橋市です。はい、私入ってますね。傾いてないし、少し見えますでしょうか。愛知県豊橋、カメラがね。どうね、見えません。じゃあこのままね、撮りましょうか。私と共に。どうやってですね、境界線が分かりませんけど、はい、こちらからね、静岡県湖西市です。今私がいるのはね、愛知県豊橋です。ここに書いてありますね。今ね、私愛知県豊橋です。あるところ、ようこそ豊橋に。愛知県豊橋市です。新人電車の、ね、乗車したいところです。でもね、先ほどのところから愛知県豊橋になっているんですね。なので再びね、こちらから静岡県にね、県中にね、またいますね。ね、愛知県、静岡県の県境にあります。線引きがね、よくわかりません。こちらのマンションがね、ちょうど、こちらの静岡県の最初です。今私がいるのはね、愛知県豊橋市です。このような感じですね。愛知県豊橋市です。じゃあ私ね、今から静岡県に入ります。静岡県、私の立ってるとこほぼね、これが静岡県とね、左足が例えばですよ、静岡県で右足が愛知県、そのような感じです。線があればね、いいです。線がありませんからね。近況の線がね、ありませんからね。入っていませんからね。
愛知県豊橋市の看板ですね。で再び静岡県湖西市に入りました。あのマンションがね、あの不思議ですよね。ようこそ湖西市。今あの静岡県の湖西市です。原駅の方に向かいます。これは豊橋駅まで2駅です。豊橋駅まで東海道線に乗車いたします。豊橋駅からは名鉄線です。泊まり名古屋です。名古屋の中心からは離れます。夕日をバックに、ね、少し新宿原駅までご覧になってください。電車ではね、あっという間に越えますけどね、徒歩でね、越えていくとなかなか、そう、ここの地下駅はね、少ないです。平らですからね、山があると大変でございますけど、まあ、3時間ね、お花見に楽しみました。よろしくございました。お花見の下でね、一人ゆっくりと宴席を行うのもね、一本でございます。その一人でね、お花見してるだとあたりはさ、まあ私は仕方ございませんね、一人ですからね。まあそれはそれね、工夫して花見ね、楽しみしかありませんからね。でね、あの煙突ツアーに行きまして牛の餌を買ったのはね、いいことでした。ホームランのねお店満員でしたから、密になっておりましたから、ね。電車も楽しみました。音も楽しみました。お膝元でもピアノを弾きました。今回ね、まだだけど、まあ言えば、前、中、後ろあってね、もう後半戦に走ったところ。が入らないですからね。まあ、そうですね。今日は土曜でしたね。
出ませんか。終了の仕方しました。交通に終了し、終了の仕方でございましたね。静岡県から愛知県へ、愛知県から また来ました。次の電車が今到着しております。私が乗車しました。今日は311型です。楽しかったです。まだね、冒険は後半戦に突入でございます。今日バックにいたしましょうか。はい、じゃあね、県境の動画ありがとうございました。失礼いたします。まだね、春休み旅物語は続きます。